こんにちは、のんびり投資家のケンジです。今日はですね、実体経済と株価についてちょっと話をしてみようと思います。今ですね、だいぶ株価が上がってきてますけれども、実体経済はですね、大して何も変わらないわけです。去年一昨年と比べてですね、株価はだいぶ上がりましたけれども、庶民の暮らしはですね、全く何も変わっておりません。ということはですね、今の株価っていうのはただ買う人が増えて上がったというだけなわけですね。ですので株価というのはですね、ただ単に値段がついてるだけですので、実体経済と株価っていうのは全く関係がないわけです。要するにデタラメなわけですね。ですけれども、まあその今ついてるその株価のその値段の中でですね、上がり下がりするその値段の中で利益を取っていかないといけないわけですから、そうなるとですね、何を基準に買ったらいいかというと、やはり PER とか PBR とかですね、これを重視してですね、割安株を買えばいいわけです。なんで割安株かと言いますと、上がりすぎている株価っていうのはやはりいつか急激な下げを食らいますから、上がりすぎてない株価っていうのを重視して、そういう銘柄を買えばですね、下がる時にも大して下がらないわけです。多少は下がりますけれども、大して下がらないですね。ですので PER とか PBR ですね、この PBR っていうのが結構重要です。これをなるべく1倍以下のものを買うようにしてたらいいと思います。そして肝心なのが配当ですね。やはりこの配当がないとですね、全く意味がないですので、ですので株価っていうのは実態とはあんまり変わらないと考えれば、この PER、PBR だけ考えて銘柄を選んでですね、投資してみていいと思います。言ってることちょっとデタラメ言ってんじゃないのみたいな、そう思う方もいるかもしれないですけれども、分かる人には分かる話だと思います。はい、それではのんびりと投資していきましょう。